はい、皆さん、全国1億2000万人のラプソディを覚えたい皆さん、こんにちは。そんなにいるのそんなにいるかなはい、ラプソディの踊りはね、ちょっと難しいというかね、わかりにくいところもあると思うので、私がレクチャーしたいと思います。はい、サビのところの動きをね、まずやりますよ。てて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 。はい、ここに関してはですね、手とね、足をね、バラバラに覚えるといいんですよ。これはですね、どういうことかというと、これって、左右にこう揺れてるだけなんですよ。これね、この状態でもう練習してください。これを一日中やればきっとあなたの下半身がバキバキにムキムキになるんです。上半身どうやるかっていうことですね。右手の部分をまず上げます。それから畳みます。そして逆向きに飛びます。あとはこう回転する。あ、なんかあれね、このロックカチャッと締めるみたいな。このままやって、こうやってカチャッとやるんですね。これをさっきの足のこれと反復組み合わせると、トゥー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 ってなるんですよ。